大変私は幸せだと思っております。幸せ者だと思っております。というのも本当に昨日つい最近まで雨が降っておりまして、このように皆さん来ていただいたおかげで一気に天気が良くなり、でこのように表で皆さんに聞いていただける、本当に幸せ者だと思っております。ありがとうございます。本当に、ただいまより、ただいま、清水町長さんはじめ、佐藤良県議には大変激励の言葉をいただき心より感謝しております。ご近20年間勤めました地元の西村町議が、この度、出馬をしないということで辞退ということを私の方に報告がありまして、西村悟後援会長をはじめ渡辺橋本両副会長、そして名前選定さんと協議した結果、私が次の後継者と選ばれ、苦渋の選択ではございましたが、この町議選に出ることを決意させていただきました。この2ヶ月間、西村悟会長をはじめ役員の皆様のご尽力によりまして、本当に骨身を削る思いで一件一件の選挙活動をさせていただきました。そして今日ここに事務所開きというお祝いをさせていただくことができたことを本当に心より感謝しております。これからも皆様にはいろいろと最後の選挙までお世話になると思いますが、どうか最後までよろしくお願いしたいと思います。また、長きにわたり、清水町長さん、そして、石村町議さんが、作ってくれましたこの壬生町の作り、車で例えであれば、町長さんと石村町議は前輪かと思います。そして後輪には私がいます。ハンドルは皆さんが握っていただくと思います。ただ四輪ですから一輪かけては車は進まないと思います。その一輪にはぜひとも私と同じ考えを持っている町長候補の小菅さんになっていただき、壬生町を夢のある町として前進させていただきたいと思います。どうかこれから選挙戦になりますが、最後の最後までご支援をいただきますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが挨拶に返させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。